Yo, what is up everybody? AJ here, back with another video. So, I have been out of action for the past few days because I was at Animangaki doing my apps, which is why I was absent for the past few days. But now that, thanks to Animangaki, I have a lot of catching up that needs to be done. So, the very first thing then, what I'll be doing is I'll be checking out the latest Trailblaze mission for Honkai Star Rail, which is obsequies perform a long road ahead. So without wasting any more time, let's just check out what the new Trailblaze mission for Honkai Star Rail has in store for us. Like, sometime later you arrive at the seat of Fushuan. And I just realized, Danheng is reverted back to his normal form. Share your troubles with me. 将軍の座は厳粛なものよ。 これは私の務め。譲るなんてことできないわ。実は楽しんでるんだろうな。オッケー。大木がわざわざ俺たちを招いたのは愚痴を言うためではないだろう。もちろんよ。しばしとはいえ、私は将軍を務める身。事件が一段落したからラフを代表し、正式に感謝の言葉を伝えようと思ってね。 やった！ついに軽減将軍が約束してくれた報酬がもらえるんだね。ええ、ラフのために生死を顧みないその誠実さをしかと見届けさせてもらったわ。録音の将棋により本日をもって請求列車はラフの盟友となる。お前たちはラフ教会内で同盟の施設とみなされ、 最高レベルの優待を受けられるわ。まあ、that's good to hear。請求列車を代表して大木に感謝を伝えよう。おお、実物の報酬ではないけど、なんかかっこいいかも。感謝の言葉はこれで終わりよ。けど別件で相談したいことがあるの。どうぞこちらへ。Okay. Go through the events surrounding the Ambrosial Arbor calamity with Fushuan. Got it. ちょっとひどくない? 感謝の言葉をもらったと思ったらすぐまた任務? Whoa, calm down. 任務とまではいかないわ。性格の災い、薬王秘伝の動乱、剣木の復活、その上 半物質レギオンの手までラフに及んでいる。この詳細をすべて同盟の上層部に報告し調査しなければならないの。でも私は事件の渦中にいた人物の一人、多かれ少なかれ主観的になって見解が偏ってしまう可能性があるわ。だからお前たちの力を貸してちょうだい。 共に事件の流れを整理して細部を分析してほしいの。さて、どこから始めようかしら。 Let's start things off by Fantilia first. 現状から見ると全ての元凶は元老と言っていいでしょうね。先週は過去にも半物質レギオンと戦ったことがあるから、
奴らの動向は常に警戒していたのだけど、まさかここまで秘密裏に攻めてくるとは思わなかったわ。絶滅大君が先週人に化けて潜入し陰謀を企てるなんて。奴は性格を薬王秘伝に渡して反乱を引き起こすことでラフに自滅の道を歩ませようとしていた。レギオンの危険度については再評価する必要があるわね。Let's talk about the disciples of Sanctus Medius. 数千年前、剣木が帝宮の使命によっておられてから、北条は禁忌とみなされてきた。仙道を握っていた探偵士は、それ以降失墜し、あってもなくてもいいような死になったわ。今思うと、あの時から薬王秘伝の反乱の種はまかれていたんでしょう。あの者たちの中に反物質レギオンに性格を求め北条の戦闘を蘇らせようとしていた者がいたってことね。ふん、それは確かに成功したけれど、元老の目的は他人の願いを叶えることじゃない。本当に愚かだわ。戦士を裏切った結果、絶滅大君の計画のための生贄にされるなんて。I really want to ask about Tingen, but let's just move on to the Steron Hunters first. 性格ハンターについては互いに持っている情報が少ないわね。けど休館の陣で私はカフカが運命の奴隷から受け取った予言を見た。エリオはラフの様々な可能性を予言していた。カフカの持つ情報によると、その可能性はエリオンが掌握しているものみたいだけど、ラフにとって一番好ましい未来なのは確かだったよね。性格ハンターたちは自ら投獄し、先週に頼もしい盟友を、つまりお前たちを招いた。指針による行為ではあったけど、良き結果をもたらしたのは間違いないわ。今エリオが見た未来は現実となった。先週はレギオの計画を見破り、お前たちの協力のもと元老を追い払うことができたわ。 I think we already have the gist. そうね、かなりの情報をつかめたし筋も通っている。でもまだ細かなところが不明瞭よ。性格がどうやって泉州に持ち込まれ、何者によって林苑郷に送られたか。そして他にも薬王秘伝の残党がいるのか。この疑問はまだ解消できていないけれど、私たちは最善を尽くした。同盟に出す報告書はある程度頭の中で考えがまとまったわ。お前たちのことも漏れなく書くつもりよ。けど軽減のために泉州の内務に関わる部分では名前を伏せさせてもらうわ。どうか理解してちょうだい。こちらとしてもそうしてもらえるとありがたい。剣木については同盟の上層部も重視しているだろうから、おそらく細部まで精査することになるはずだ。それに請求列車が巻き込まれたらしばらくここを離れられなくなる。まったくよ。今回はケーゲンがいろいろと規則違反みたいなことをしてくれたおかげで、私がいちいち後始末をしなきゃいけないの。ふぅ、運気将軍ってなんでどいつもこいつもこう面倒なのかしら。お前たち旅を再開するまでゆっくり休んで、もし行きたい場所があれば自由に見て回ってくれていいわ。私はしばらく運気軍の事務を代行するから一緒には行けないけれど。ああそうだ、もし途中で聖査会に寄ることがあれば、これを玉空に渡してくれると嬉しいのだけど。 OK、 Something you need left behind。 当時は現場が混乱していて、元老が姿を現した後帝運の体も消えてしまった。
運気軍が見つけられたのは彼女がずっと身につけていたセンスだけ。私たちに同行していた帝運が元老に操られた傀儡なのか、それとも一葉で目を覆った現実なのかは当分の間は分かりそうにないわ。もう最悪の事態を想定して準備は整えてあるけれど、レギオンのやり方を考えると、あの天白氏の節都市本人は強打吉祥でしょうね。でも帝運の件をどう処理するかについては同胞である子族が決めることよ。ことの経緯は天白氏に伝えてあるから、この品はお前たちが届けた方がいいと思うわ。分かった、俺たちに任せてくれ。よろしくね。さて、今日残っている公務を確認しないと。で、多すぎ。今日はこの辺にしておきましょう。私に用があったら大牧師の樹次長まで来てちょうだい。はい。So, what's next? Plan for the future after discussion with your companion. So let me have a chat with March first. うよ曲折あったけど、うちらラフを救ったヒーローになったんだね。なんか気づいたらすごいことをしてたって感じ。ちょっと信じらんない。Maybe this was all fate. なんか不機嫌そうだね、あんた。確かに性格ハンターの思い通りにことが進んだのかもしれないけど、これはうちらが勝ち取った未来なんだから。いくらあいつらがすごいことを言っても存在しない未来を実現させることはできないでしょ。大勢の人がうちらに救われて、先週は災難を免れることができた。うちらは運命に導かれてこうしていい結末を迎えたの。誰がそうさせたとかは重要じゃないって。ほらほら、もっと喜んで。 Well, what are your plans from here on out? うちは大木に手伝ってほしいことがあるんだ。ん？休館の陣にある不思議な力はカフカの過去を推し量れるほど強大なものでしょ。じゃあうちも休館の陣を通して過去を取り戻せるんじゃないかなって思って。 Why did you ask Fu Xuan for help while she was here? だって恥ずかしいでしょ、プライベートなことをみんなの前でお願いするのって。時間ができたら一緒に大牧師に行って彼女から話を聞いてみよう。 Rightダンフン。再びラフに戻り、林園橋に足を踏み入れたが、どうにも実感が湧かないな。ただ一心にここを離れようとしていたというのに、気づけばまた戻っていた。How long do you plan on staying here? すぐ離れた方がいいだろう。ケーゲンが療養中の今、運気軍に俺をかばえる者はいない。録音がどう出るかわからないからな。しかし、少なくとも今の俺は安全だ。What are you gonna do next? ラフ寿命族の現リュウソンに会ってみたい。この身からタンフーの因果を取り除けない以上、それを受け入れよう。だから、彼の過去をもっと詳しく知りたいんだ。そして自分にできることを、かつての宿業を償いたい。ラフにしばらくとどまるつもりならすまないが、俺はお前たちに同行できない。 Alright, let's is well around you? I believe the answer is nope.Wait, oh, there he is. やっと今回の件も一段落したな。
みんなが無事で何よりだ。What are we gonna do next? 大木に託されたものがあるから、俺は四神宮に行って、玉空舵取りに会おうと思う。君とナノカも、暇なら一緒に行かないか。Right. Being, Alright, the next stop will be... Head to the Palace of Astrum and give Yu Kong with the item that has been entrusted to you. So... teleport right over here. あら、コートが汚れてる。困ったものね。Alright, let's look for Yu Kong. Oh! ならば、獣王氏に私の意向を伝えてほしい。しかとお伝えします。舵取り様、この度はお悔やみ申し上げます。客人が来たようですね。私はこれで失礼いたします。And she's gone. あなたたち天白氏一同を代表して列車の乗員たちに礼を言うわ。ラフを性格の災いから救ってくれてありがとう。玉空舵取りも聞いたかと思うが、テユンさんが。ええ、知っているわ。四人で離れたのに、三人で帰ってきたのを見て、不言の戦法は事実だって理解した。ティンギン left this behind。まだ信じられない。あの戦法はただの悪い冗談ではないの？先週に反物質レギオンが現れた。帝運が絶滅大君の偽装だった。何もかも信じがたいわ。私と30年も共に働き、共に天白氏の事務を処理してきた帝運が化け物の偽装だったなんて。それなら本物なの子は今どこにいるの？玉空、ごめんなさい。分かってる、分かってるの。ただ納得がいかないだけ。帝運の私物を四神宮まで届けてくれてありがとう。今回の性格による災いで私たちはあまりにも多くの同胞を、兄弟を、姉妹を、子供たちを失ったわ。天白氏は戦没者のために慰霊祭を行う予定なの。今回の戦いを身をもって経験したあなたたちにも証人として参加してもらいたいのだけど、どうかしら？慰霊祭？短命種の言葉で言うと葬儀ね。ただ先週の長命種にとって死後というのはあまりに遠く希薄な概念だから、通常魔音の実の前兆が現れる前に獣王氏の引説者が因果殿まで導き、その生涯の経歴を残して
無に返すわ。儀式の煩雑な埋葬に代わり、このような短い別れが定着して、皆がそれに慣れていった。唯一死の儀式を重んじているのが、寿命が有限である私たち子族よ。けど今回の災いで数えきれないほどの運気群が殉職し、また魔恩の身に落ちた。因果殿が彼らの人生を治める前に死んでしまったの。すべての予期せぬ死が、叶わなかった願いが私たちに教えてくれたわ。長命種の命も有限であることを。私は死んだ人たちに帰る場所を与えたいと思っているの。天白紙の方法で、古族の祭礼で、死者が残したものを聖者に乗せて泉州から送り出すつもり。後世に向けて飛ばし、共に輝かせるの。これは死者のことを、もう話すことのできない魂を慰めるためだけじゃないわ。この世に残された肉親を、友を、すべての泉州の民を慰めるためでもある。私自身もこの儀式を通して帝運とお別れをしたいの。これは私の願いでもあるわ。あの子は戦場で亡くなった運気群ではないけど、私たち天白紙のもので、この災難の被害者だから、この儀式で私は私の部下とその身分を奪い、あの子の姿で現れた絶滅大君と区別したいの。やっぱりまだ信じられないわ。いつかきっと自分の手で帝運の行方を明らかにしてみせる。でも今は、今の私にはこれくらいしかあの子のためにできることがないの。ぶしつけのお願いで申し訳ないのだけど、一緒に見届けてくれるかしら。おびれあるさよ、おびれの。帝運が使っていたものを整理するよう顔面に伝えてあるから、その中からいくつかの品を選んで精査に乗せてくれるかしら。わかった、そのようにしよう。俺たちに任せてくれ。ええ、改めてお礼を言わせて。先ほど獣王氏の判官に慰霊祭の通達を頼んだの。私はこれから開成校に向かって聖者の製造監督と儀式の準備をしてくるわ。もし何かあったらそこで私を探してちょうだい。Right then. So let's sort to Jingying's things with the Yan Ming. いつも口うるさいだの、おせっかいだの文句を言ってたくせに、今日はどうした？全然止めに来てくれないじゃないか。ああ、君たちか。てっきりあいつが戻ってきたのかと。カジトリ様に言われてきたんだよな。Yes。帝運の私物の整理を手伝いに来たの。慰霊祭に使うものを選んでほしいって玉宇に言われたんだ。ああ、片付けはほぼ終わってる。そこの箱に入れてあるから見てみるといいだろう。Very well then. 箱の中のものを全部取り出して一つずつ見てみよっか。はい。セクト氏の印鑑、小さな箱、これは刃物で、こっちは弓、
この丁寧に包まれてるものは何だろう。骨董品？でもなんでこんな変な骨董品を持ってるのかな。ああ、帝運から聞いたことがある。それは古族に古くからある伝統品の彫像らしい。金運を招くもので、飾っておくと御利益があるとか。あれ？包みの中に手紙が入ってる。元明さんへ、金運良好、順風満帆であらんことを。どうやら帝運はこれをあんたに送ろうとしてたみたい。で、確かに自分も一つ買おうかなと言ったことがあったが、まさかその言葉をずっと覚えていたなんて。僕と帝運は違う商団に属している。みんな同僚ではあるが、同時にライバルでもあるんだ。商団が天外で貿易するたび、習慣としてその土地のお土産を信頼する同僚たちに送ってきた。僕と帝運のナルビはこれまでずっと天白市で一番の商団の名を巡って競い合ってきてね。だから互いに目の上のタンコブで、いつも貿易から帰ってくるたびに変なものを送り合っていたんだ。食べたらすね毛が生える飴とか、ガラスが割れるような音の出る六元金とか。たく、まさかだよ。最後の贈り物がこんなにいいものなんてな。ちゃんとお返ししないとあいつに負けてられない。何を返せばいいんだろうな。ねえねえ、ちょっと気になったんだけど、印鑑はともかく、この刃物とか弓ってどう見ても帝運が持つようなものじゃないよね。帝運のイメージって宝石に囲まれた霊人って感じでしょ。もしかしてさっきの顔面の彫像みたいに、この中に誰かに送ろうとしてたものがあるんじゃないかな。もう一回見てみよっか。 Right。小さな箱だな。中に植物の種が入っているが、特に変わったところはないようだ。 Handful of seeds？ 箱の下に文字が。フヤコ、うん、この名前聞き覚えがあるな。 And then the knife？ うち料理はできないけど知ってるよ。これって包丁だよね。帝運と一緒に行動してた時、こんなものを持ってた記憶はないし、うん、これも送ることのできなかったものなのかも。あれ、包丁の箱にチラシが入ってる。障子見金人庫？これってどこのお店だろう。 And now onto the ball。 この弓、いい弓だね。あれ、ひょっとしてこれってうちへの贈り物？分かってるって。空気が重かったからちょっと冗談を言っただけ。We should get going。 え、誰に贈ればいいのかもう分かったの？Give the gift to Mengning from the Sleepless Earl. Let's get out of here first. So, okay. Where is... I hope I know where I'm going.Map. Wait, wrong button. So is the Sleepers Earl right over here? Oh. Fuyako は俺たちがここに着いたばかりの時に通った茶館の名前だったな。
ようこそ不夜行へ。お客様方、お茶を飲みにいらしたのですか？私は店主の無名。何かあればお申し付けください。おや、これは天雲姉さんが約束してくれた茶の種。他の世界から探してきてくれたのですね。姉さんには本当にお世話になります。この茶館を継いでからずっと新しい茶を開発していたんです。先人たちができなかったことを成し遂げようと思いまして。ですが、泉州の林園春や探偵祖神のような茶には数千年もの伝統がありますし、外から入ってきたブレンド茶にもそれぞれ特徴があって、新商品を出すのはとても難しい状況でした。すると、この話を聞いた天雲姉さんが約束してくれたんです。行商で各世界を遊覧するとき、必ず先秋神が飲んだことのないお茶を見つけてみせると。その約束は子供を喜ばせるようなもので、果たしてくれるとは思っていませんでした。そういえば姉さんの姿が見えませんが。 She had to embark on another long voyage. Let's not tell Ming Ming about what really happened to Ting Ming for now. ああ、ラフの災いが収まり、港が解放されたからだ。テイウンさんは天白氏の命を受けて他の世界に旅立ったんだ。そうでしたか。それは残念です。でしたら少々お待ちください。 I'm not that cruel to tell a kid that Ting Ming has died. 以前姉さんの提案通りに林園春と陰山緑、それから長老照明を改良して作ったお茶があるんです。甘く爽やかな味がして、姉さんの名前から熱運歌と名付けました。姉さんは飲めませんが、その代わりに皆さんをもてなしましょう。Man, this quest I tell you, oh boy. Even though I really, really felt like, Ting Ming, to me, I still think that Ting Ming is still missing in action. But this story is, they're really trying to tell us that Ting Ming is legit dead. Unless there's solid proof that Ting Ming really died, right? Yes. I would not believe that Ting Ming is dead.Like really dead, unless there's solid proof. Anyhow, let's just move on to the Trailblaze mission. まだ早いし、どこか行こうか。Unless there's solid legit proof that Tingin's really died, I will not believe it.I will not. ソーダ当時は選手裏子の名物なんだ。よかったら飲んでみて。お、すみません。あれ？どうしたの？最近暇になったから選手観光でもしてるとか？Have you heard of Spices Supreme? 長楽店金人港にある大食館たちが集まる飲食店だよね。もしかして私にご馳走してくれるの？ Go on. 金人港は長楽店の商店街だよ。近頃は性格のせいで人が少なくなってるけどね。外の客人が初めて訪れた時は大体が有名で賑やかな聖茶会の千夜通りに行くんだけど、本当に美味しいものや面白いものを体験したければやっぱり金人港かな。はい、
地図に記してあげるね。私もパイをやって疲れたらいつもあそこの店に行ってチンバー豆腐を食べるの。あーまずい、この話をしてたら仕事したくなくなってきた。ロル、全部あなたのせいだから。ソーリー。Right. Let's head over to the Aurum Alley. Sorry, King Chue, but I gotta do what needs to be done. Oh, I don't think I've ever been here before, have I? I might be wrong.And yeah, this... Shoshimi, this sign is like this. Right. Come on. What are you going to do? We're here on a gift-giving errand for Miss Ting Lin. Taeyun-san? It seems like I've been hurt by that person.彼女みたいな可愛らしい人に包丁を用意してもらえるなんて。昔テイウンさんがここで食事されていた時に私の心情を話したことがあるんです。私は自分で倒すことのできない食材を口にしないとね。そして別の世界で料理や狩りをした時のことを彼女に話しました。テイウンさんはそれを興味深そうに聞き、私の料理をもっと紹介してほしいと言いました。最後には英雄には宝剣がふさわしく、名高き料理人には至高の包丁がふさわしいと言って贈り物をする約束をしてくれたんです。見たところこの包丁は他の世界で集めた珍しい素材で作ったものでしょう。タラサ交配亀の殻を簡単に切れそうなほど鋭いですね。テイウンさんったら本当にお人よしなんだから。この金人口でナルビの恩恵を受けていないお店はきっとないでしょうね。彼女が開催した海市のおかげで私たちみたいな小さな店舗も生きがいの客を多く迎えることができました。お礼はむしろこちらがするべきなんです。そうだ、商工がまた開いたと聞きました。テイウンさん、また忙しくなるでしょうね。Yeah, she's been real busy. テイウンがすごく忙しいから、代わりにこの贈り物をうちらが届けることになったの。これはこれは、わざわざありがとうございます。どうでしょう、お返しに私の料理の腕を味わっていきませんか。いい思い出になりますよ。そういえばテイオンさんがうちに惹かれたのもこの牛もつ乱切りのラー油和えを口にしたからなんです。辛みと香ばしさが絶妙で、匂いだけで食欲をそそる一品。テイオンさんほど上品な方でもこの料理の誘惑には抗えませんでした。夢についてだが、テイオンさんが誰に送ろうとしていたのかおおよそ見当がついた。顔面の話だと、節都市は帰ってきたら信頼する同僚にお土産を渡すんだよね。テイウンが信頼する人ってことは漁港のことかな。はい、Let me teleport right over here.I mean, Yu Kong is a bow user after all. Here we are at the Stargazer in Avalia. あら、どうかしたの？
帝王が私に。あの子は私の苦しみを理解してくれていたのに、私はもうあの子のために何もできないのね。30年前、私はある凄惨な戦争に参加したの。私は親友と共に出航したけど、帰港した時には一人になっていた。あの戦いが終わった後、戦争の残した傷跡に触れるのを恐れるように、泉州ラフはずっと航路に沿って休養をし、貿易をしていた。私も自分が飛ぶことに飽き、弓を引き絞る勇気を失ったと思ったわ。そして天白氏のジムに没頭するようになり、空を見ようとしなかった。舵取りになったとはいえ、軍人出身の私は緻密な経営に向いていなかった。でも帝運はそんな私と違って生来の商人だったの。役職上あの子は部下だけど、いつも商売の相談をして意見を出してもらっていた。たとえ戦場で共に戦ったことがなくとも、あの子は私の戦友よ。帝運と商談の助けがなければ、ラフが30年で息を吹き返すことは不可能だった。時代は移り、泉州は変わったのだと私は思っていたわ。私のような流血と戦火が染み込んだものではなく、帝運のような人材こそが天白氏の未来であると、あの子がラフに繁栄をもたらすと信じていた。でも私は間違っていたわ。反物質レギオンを一匹残らず滅ぼすまで泉州には私が必要。血と炎のために空を駆ける私のような存在がね。儀式に使う聖鎖の準備ができたわ。さあ帝運の思い出の品を精査に乗せましょう。待ってくれ。さあ、帝運が贈り物を僕に用意してくれたんだ。僕も同じ節都市としてそのお返しをすべきだろう。はい。そっか。それで顔面は何を用意したの？僕はこの支援を。帝運の貴重な贈り物と比べたら見劣りするかもしれないけど、どうか笑わないでくれ。これにはちゃんと意味があるんだ。古族の風習で支援は飛べなくなった飛行士の魂を癒すらしい。僕も帝運も飛行士とは言えないが、ずっと星空をかけてきた身だから、帝運もきっと再び星空を飛べるようになれば喜んでくれるはずだ。Select which of the gifts returned by the people you wish to place into the ceremony's star's gift. Can I select all?この中からどれを聖鎖に乗せる？I'll go with the kite. 今回は競い合う必要がないな。さあ、もっと遠い世界へ向けて飛んでいくといい。In
And then, see you?天博士のためにラフのためにした全てに感謝しよう。この小さき印鑑は泉州が繁栄する礎だ。Then the tea name after her. これはムメちゃんが用意したお茶でね。天運の名前が由来になってるんだよ。And lastly, her favorite dish. これは塩水が金人港のお店を代表して送ってくれた料理。きっと気に入ってくれると思うよ。天運、天博士は決してあなたを忘れない。必ずやこの手で真相を突き止めてみせる。そしてもしもあなたが帰らぬ人になったなら、その時は私があなたの仇を討ってみせるわ。さあそろそろ慰霊祭を始める時間よ。聖査会の婚湯台に向かいましょう。まだ早いし、どこか行こうか。はい、ゆみや。カチンタイム。儀式も終わったし、そろそろ休んだ方がいいよ。待った。まだ列車の友と話したいことがある。OK。すまないね。元凶からずっと休むように言われていたんだ。もっと早く諸君らを招くべきだったのだが、請求列車がラフを離れる前に送りたいものが2つある。OK。贈り物？やっと両親がうずいて、うちらの頑張りをねぎらう気になったのかな。おい。では諸君、新作府まで来てもらえるか。諸君をここに招いたのは、改めて泉州ラフが列車の名主人に感謝を伝えるためだ。不言殿からも聞いたと思うが、諸君の成した壮挙はこのラフでは恩に報いることができないほど偉大なものだ。故に私はラフ運気軍を代表し、この決命の儀を象徴する玉鳥を諸君らに託そうと思う。 OK。 Agita Bakers。数千年前、同盟が成立した時に各泉州は共に誓いを立て、玉鳥に刻んで証とした。たとえ天地が崩れようとも、この誓いに背くことはない。この玉鳥も同じで、その意を表している。これには請求列車に対するラフ運気軍の許可が記されており、それと同時にビーコンでもあるんだ。玉鳥を握ることで私が持っているもう一つの玉鳥へと連絡が届く。約束しよう。たとえ銀河の果てでも、ラフ運気軍は列車の元へと駆けつけ、恩に報いると。へえ、すごい贈り物だね。うん。ああ、無論これほど重要なものだ。些細なことや抗議に反するようなことには使わないでほしい。私の言っている意味がわかるね。大丈夫大丈夫、わかってるって。将軍のご厚意に感謝する。
そして炭鉱殿。あ、獣王氏の通達により君への追放令を赦免する。本日をもって君は自由にラフを行き来できる身だ。お、やったー、ナイス。だが一つ忠告しよう。タンフーの罪はあまりに深い。このような通達があったとしても、一部の人の考えが人間教の潮のように簡単に変わりはしないだ。出入りの自由は保証するが、身の安全までは私も保証できない。この点についてどうか理解してほしい。分かっている。贈り物を渡せて気持ちが軽くなったよ。傷口の痛みも和らいだようだ。この情景を死にしたい気分だが、私は普賢殿のように学識が豊かなわけではない。やめておこう。七死人の道はまだ長い。列車の旅がどうか順調であることを祈るよ。ではさらばだ。姫子からメッセージが届いた。列車で玉海門が再び開かれたのを観測できたらしい。いつ戻ってくるかと聞かれている。炭鉱の状況についても聞かれているんだが、戻って君から姫子に説明したらどうだ。ああ、俺も列車に戻るべきだと思う。姫子さんもきっと心配しているだろうからな。うちらが今回の旅で体験したことを聞きたくて待ち遠しいんだよ、きっと。あ、ちょっと待って、忘れてた、車掌さんにお土産買ってない。ねね、あんたは先週でやり残したことない？I don't think so。 そうだ、うちってばすっかり忘れてたよ。まだ今回の旅で出会った友達にお別れを言ってない。なら俺と炭鉱は先に列車に戻るとしよう。二人ともなるべく早く戻ってきてくれ。安心して、幼児ちゃん。Alright, so how about we Before you return to the express, bid farewell to the people you got to know on Tsienjo. I ain't gonna talk to the punching bag, so... Is it okay? Okay. Let's talk to the people that... Okay, there's Qin Xue, then there's Bai Lu. Then there's Okay, I see Bai Lu. Better start planning their escape route then. Oh, 約束じゃ。旅で病にかかったり、どこか怪我でもしたら、わしのところに来るといい。無料で見てやるぞ。All right. Okay. I see you.あなた、もう行くのね。
Yes. 皆さんが泉州ラフを訪れたのは泉州の工事。ここを離れるのであれば、この私が天白氏を代表して祝福を送りましょう。旅の途中で物資の補給が必要になったら遠慮なく言ってちょうだい。Alright, next up, let's talk to Su Shang in front of the Sleepless Earl. Sleepless Earl is... Well, let me try to find where is Sleepless Earl again. Oh, found it. Here she is. Doom! Are you listening to Mr. Ziyang's stories? ああ、先週ラフに派遣されてすぐ事件に巻き込まれちゃってね。でも、やっと時間ができたから講談を聞きに来たの。ごめんなさい。ここ最近いろんな人に会ったから思い出せなくて。あんたのその服装、種族のタミーだよね。I'm Dan Hung's friend, by the way. ああ、なるほど。ムクチ君が泉州で探してた友人って、あんたのことね。Yep. Silently. さ、イメージ通りでしょ？彼と行動してる間、ずっと何かを抱えてるみたいなのに、何も言わないから心配したんだよ。あんたがこうして現れたってことは、すべてがうまくいったんだね。Yep. そうなんだ。あ、シエン先生の講談、雲上のご騎士を聞いてかない？道中話の種になると思うよ。私、幼い頃から立派な英雄になることを夢見てきたんだ。だから、雲上のご騎士は何度聞いても飽きないの。あんたもきっと好きになるはずだよ。今度は炭鉱と一緒に来てね。三人でお茶でも飲んでおしゃべりしよう。おっと、話が脱線しちゃった。時間を取らせてごめんね。じゃあまた。ここで会ったということは、察するに泉州での用事も済んでゆっくりできるみたいだね。え？もう行くの？まだいると思ったのに。ヨウ先生、庭園美玉パイを覚えてくれたかな。もしわからないことがあったら、いつでも私に聞きに来るよう伝えておいて。いい先生になってあげるから。そういえば、あなたには聞いてなかったね。あなたはどう？学びたい？If it's easy to learn, yes. よしよし、もちろん。私もそのつもりで聞いたからね。暇な時に会いに来て、教えてあげる。約束だよ。いつでもいいからね。どんな時でも教えてあげる。お別れを言いに来たの？Yep. そう焦ることないのに。これから先も何度かラフに戻り、私の手を煩わせると占いの結果に出ているわ。だからお別れはやめておきましょう。はいはい、わかりました。お前の旅が順風満帆、運外蒼天であらんことを。聖者が玉海門を離れる瞬間を見ると、まるで夢のような儚さを感じるの。あの船たちは一体どれほどの時間をかけて空を飛び、またどの星に向かうのかしらね。宇宙からすれば、長命種の命も短命種の命もほぼ同じだ。泉州の民が求める長命は、星が呼吸し輝く一瞬にも満たないもの。彼らの悲しみも俺たちと変わらない。
Sorry to interrupt the poetry. お帰りなさい。ベルトから今回の出来事について聞いたわ。本当に羨ましいわね。その目で剣木と元禄、大牧師の法人にあの壮観な林苑郷まで見られるなんて。炭鉱にも何があったのか話を聞いたんだけど、はあ、あんたも知っての通り、あの炭鉱だからね。もっと詳しく話してくれてもいいのに、たった 2,3 ことでまとめちゃったわ。次はベルトに留守番してもらって、私があんたたちを連れて一緒に新世界を開拓しようかしら。お列車にそんな交代システムがあったのか。 So what's our next stop? ピノコニーよ。ピノコニー覚えてる？カフカの誘いに乗る前にそこに向かおうとしていたでしょ。Yeah, I remember. ファミリーがそこで盛大な宴を開催したみたいで、列車にも招待状が届いたの。ピノコニーで一体何が起きているのか気になって、思わず招待を受けちゃったわ。車掌の準備が終わったら、次の駅に向かいましょう。Meanwhile, in the Shaolin prison. あ、ロチャ。ここに踏み入る者が、ゴクリか囚人に他ならない。キレンはどちらかで、ね、どちらでも。ただ道に迷った旅人さ。派手にやったものだな。正確に剣木、薬王秘伝、絶滅大君だ。次から次へと。危うく皆の視線をそらされ、重大な問題を忘れるところだったよ。Whoa, what the hell is going on? 性格を持ち込んだものの企みをね。抵抗は諦めろ。さすれば苦しまずに生かせる。薬師の意味ものね。将軍殿、この力が北条に由来するのは確かだが、僕も君たちと同じく薬師の敵だ。Wait. そうだ、ケイネ。我々の邪魔人流。剣木の蘇りは予兆。先週は運命の選択を下す時に至っている。人流呪化人滅。これは神々の対局。勝つ方につかなければ負ける。今度こそ北条を死に至らしめるぞ。Oh boy. Oh boy. Now I want more. Damn you, Hoyoverse. You can't just throw in a cliffhanger just like that. Ay, ay, ay. Gosh dang it. So...It is safe to assume that Qing Yun is dead. And this entire mission is basically the crew and especially Yu Kong, right, are grieving over Qing Yun.Damn. Onkai Starve, you really know where to hit us hard. And to top it off, right? Now I'm genuinely curious what are the connections between Jing Yuan, Luo Cha, and Jing Liu? Guess the only way to find out is through the next update, which is 1.4. That's when Jing Liu will be available as a playable character. Hopefully we'll get some answers as well, because I just hope that in the next
in the next update, Honkai Summit update, we will get more answers, because I don't know. I'm just at a loss, man. I'm just at a loss. I still can't believe that the fact that Tingyun's dead. Oh man, this is a hard pill for me to swallow, man. Holy crap. Anyhow, I think I'm just gonna have to call it at that and just wait for the next Trailblaze mission. Hopefully in 1.4. And hopefully we'll get some answers in the next Trailblaze mission. And this is the part where I end my video. Thank you guys for watching. Hope you guys have a good one. Take care wherever you are. Sayonara. And I will see you guys in the next video. Peace out.